Good morning, it's Yuka, Yuka です。Welcome to day 3, dia 3. So, 今日はちょっとゆっくりする日で、まだお昼前なんですけど、ジェネリの家に行って、ジェネリは今日から仕事です。なので私はちょっとまだゆっくり家で、準備して、今から外に行きたいと思います。ジェネリの家のマンションなんですけど、11階。こういう高層マンションかな、なんかホテルみたいな感じです。すごいよね、市内がこうやって見えます。月曜日なので、ジェニーは平日仕事ありますので、終わるまで今日一人で観光になります。英語圏じゃないところで一人旅はあんまりしたことないのでちょっと緊張してますが、今日は、メキシコシティ神殿に行ってで、神殿をちょっとビデオ作りたいなと思ってて、それとまあ博物館かカフェのブラブラできたらいいなって感じです。ではウーバーを使って行ってきます。はい、今外に出てきたんですけど、めっちゃ暑いです。半袖でも暑いくらいです。で、今からちょっと軽食を食べてから神殿に行こうと思いますが、結構メキシコシティは現代的モダンな建物があって、結構都会です。こんな感じで高層ビル結構あって、この美術館も結構近未来的な形してる。すごい都会ですよね。着いたんですけど、車で30分くらい乗って、結構田舎に来たんじゃないかな。ちょっと帰れるかどうかとお昼食べれるかが不安です。ちょっとこれからなんか中には入れないので、周りを歩いてちょっと観光したいと思います。I was walking around the temple and I couldn't find a restaurant. And then I found a missionary, church missionary who can speak English. So I asked them and I'm going to go get some sandwich where the missionary recommended. So I'm going to try and let's see.おすすめされたところでトルタスというサンドイッチを食べます。こんな感じです。ちょっと帰り道に喉乾いたので飲み物を買いに来たんですけど、ちょっと高級そうなデパ地下
ですね、ここ2つかなのに、こんな感じでカフェがあったり、メーカーショップがあったり、お酒がすごい売ってますね。しかももうクリスマスカラーで、すごいあったかいから全然そんな感じしないけど、ツリーがそこら中に飾りがありますね。すごいお酒いっぱい。Mi amigo. ¿Te visitan? ¿A quién vives? Ah, ¿a quién vives? Amigo, ah, tu amigo vive aquí. Mi amiga número 11, sí. Oh, su amiga vive en el número 11, sí. Sí. ¿De qué torre? 11, sí. ¿Mi amiga? Sí. No. ¿No sé? Ajá, ¿su amiga de qué torre? ¿Qué torre? ¿Buscas a la niña? In English? English, please.